この動画は GoPro Hero 4なので、ブレ補正機能がついていません。迫力のある乗り物酔いしそうな映像となっております。ご了承ください。皆さんおはようございます。爆発サザエです。今日は9分へ出かけてみたいと思います。この駐輪場はマンションのすぐ前にある駐輪場なんですけども、1日40元、だいたい150円ですね。夜12時に日切り替わるんで、夜11時に止めて1時間しか止めなくても1時間経つと2日分取られるというシステムになっております。1月でだいたい5000円ぐらい、まあ安心料ですね。日本の場合はカードですが、ここの場合はコインです。そのコインが生産されたものを入れるとゲートが開きます。この左側が走路です。この時間帯だとほとんどの信号が黄色の点滅になっています。この手のトラック怖いんですよね。左から来たトラック、この手のトラックも怖いんですね。一気にトラック抜くの大変なんです。ユニクロです。左側に見えるのがニトリです。ここで家具を結構買いました。右側はネイビーの駅です。最近増えてるのはこの電動スクーター用の駐輪スペースです。すごい人気ですね。すごい人気。躊躇なく曲がっていきましたね。スタートダッシュ、いいスタートダッシュですね。また抜かれました。また抜かれました。そろそろ朝の通勤ラッシュに入りつつあります。台湾の信号はカウントダウンします。必然的にシグナルグランプリになります。左側の青い建物はイケアです。右側のはトヨタのディーラーですね。台湾は屋根ついた歩道橋が多いです。青いヘルメットのお父さんについてきたいと思います。この信号どう行けばいいんだかよくわかんないですね。フライングしてったのが二人います。私はお父さんについてきます。と言いながらもあっという間にちぎられてしまいました。台北へ行く途中に山を越えていかなきゃならないんですね。
いつも通るときここの道路が濡れてます。掃除してるんですかね。コンクリート車がいます。この辺クワガタムシ取れそうな雰囲気あるんですけども、平田クワガタと赤丸バネクワガタがいますね。ミヤマクワガタは標高低すぎていません。台湾は高層住宅結構多いです。上に効果が見えてくると緊張感を持たないといけません。いよいよラッシュのレースの始まりが近い感じです。とうとう通勤レースの真っ只中に入ってきたという感じですね。これから先話しながらは無理です。集中しないといけません。
となんとか通勤レースの中から抜けれたようです。ほっとしました。最後までご覧いただきありがとうございました。今日みたいな動画が 14TB あります。ぼちぼち編集して公開してまいります。よろしくお付き合いください。ありがとうございました。それではまた次回のビデオでお会いしましょう。さようなら。